皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も匂おう遊んでいきましょう。さあ今日もメインミッションを攻略していきましょう。今日はここ彼岸への思い。二股では季節外れの彼岸花が咲き乱れて正気を放ち、田畑は枯れ、農民たちが上に苦しんでおるようだ。しかしこれはあやかしの仕業ではなかろう。この地に詳しいお勝からも知らせはない。となると誰の仕業なのか、行きましょう。遠江の国の二股は天竜川と二股川が合流する地で、街道にも近く徳川軍にとって要衝であった。強大な武田家に一度は奪われたものの、家康は後に奪回した。家康の長男信康の最後の地としても知られる。さあミッションスタート。舞台は二股、多分静岡県でね。ここに社、とりあえず拝んで、そして酒。だいぶ霧が発生している。先は見えん。でそこに敵、これズームができます。結構ね忘れてしまう。でかわして、よし。なんか急にバグるのか。でどんどん下っていく。そこで人が死んでいる。 こっちは真夏日よりに彼岸の花とは一体この地で何が。彼岸花、なんか別名地獄花とか幽霊花っていう風にも呼ばれるという花。彼岸花はあれかな、埼玉の巾着だというところが特に有名ですね。よし、さあ殺してどっち行く。こっち上、上より先に下行こう。これがその彼岸花。たまにね、白いやつが咲くんだ。下は下で貨車がいる。この子ね、結構強いんだよね。で、爆発すんの。そう、これがまずい。こっち来て。痛い。よし。そしてそこね、爆弾魔。よしでね、こっち多分さっきのとことつながっている。でパーティータイム。あっ、なんだ今の。そこに鬼、やっちまったな。アムリタ結構持っていた。6万ちょっと。マジか。どうしようかな。先に。上行こうか。どうするかな。鬼は？よし。復活はしていない。で、そいつか。このボケにはチドン。これね、しかしチドンフよりは目つぶしの方がいいわ。よし。でそこね、また蝶々。
よし。旦那さんに殺された。他には特になし。行こうか。ももちゃん、あれ、あ、そうだ、今回ももちゃんじゃなくて蝶にしました。完全に忘れていた。で、そっちね。これは、これいけんの？いや、これ無理だ。ん？いけない。多分これ死ぬよね。で、そっちはそこに足場があるんだね。多分これ死にますね。こっちか。で、またそこにいるわ。よし。水まといのお札。どうしようかね。先に、そいつをやっつけて、よし。よし。オッケー。そんで、そこに温泉。小玉は全部で7匹。一旦使ろう。温泉使って。気持ちいいね。そして、川下り。こっちは？また貨車がいる。結構アイテム落ちてんな。あ、スライム。よし、一旦誘発してこうです。そんでね、ここ、これは、いけんわ。危ない。帰ろう。その前に、装備をチェックして、鎖鎌。いや、こっちにしようかな。刀。よし。行くどん。どちらへ？音声の効果が切れる。で、そっち行ける。こっちはなんだ、民家コーナー。行っとくか。痛い。ガードして。よし。で、避けて。危ない。よし。そう、ツイッターでね、何回も繰り返し遊んだゲームってありますかっていう風に言われたんですよ。でね、自分が特に記憶に残ってるのはクロノトリガー、スーパーファミコンのあれかな。でね、悪い意味で記憶に残ってるのはドラクエ5、スーファミの。セーブデータがね、確か途中で4回ぐらい消えたんですよ。痛いよ、もう。何そのドリル。でもね、クリアしたんですね。本当にあれは暇人だったと思う。あ、これ、早い。待って、そろそろ突っ込んでるです。やばいでしょ。やばい。回復。危ねえ。いや、やばい、こいつら。避けるし。こっちこっち。もう、なんなのもう。よし、成敗。
で殺してよしと。そしてこっちは大人になるとね、ゲームやってる時間ってそんなないもんね。特に実績とかトロフィー。若さはさぞご無念だったでしょう。実績とね、トロフィーはあれはもうなんか暇人の度合いを表す尺度だと思う。よし、でここにアイテム、それとこっちか、ぶっ倒してそっち側で、そこに小玉ちゃん、先にこっち行くか。よし、一匹目。自分もね、360を遊んでいた頃はね、結構トロフィー頑張ってましたね。今はもう全然ですね。それと、待ってね、そっちの、こっちの奥で、そこに強キャラ、あ、こいつか、こいつは速攻で殺す。よし、危ない。そしてこの門は開く。これ多分次のステージですかね。そっちもね。よし、一旦戻ろう。わらじのあやかしとはこの地になぜ。まずね、そこの滝の裏、それとさっきの大木ルート、ご神水持てません。一発飲んで、でね、こっちか、社がそんなにない。できません。いませんね、なんもないわ。よし、そしたらさっきの大木、そっち行こう。いくぞー。どっちだ。で、下には貨車で、そこに小玉。多分そっちはまだ行ってない。さあ、この大木渡って、あ、来るよ来るよ。帰ってた。来なさいよ、もう。よし、さあ、かわしてからのぶっ刺しタイム。いただき。よし、で、お家は奥方様のご乱心。あ、いますね。当然のことでございましょう。痛い。避けて回復し、よしと。でね、そいつね、こいつはね、どうしようかな。一旦大砲でお尻の穴打ってから出たよ。
最近のトレンドで、目つぶしして、裏回ってこうです。よし、これで討伐完了。そんでね、こいつは軽鎧、鎧はね本当に軽い方が全然有利。そしてこっちの上、上行ってからこうか。どこだ、そこね。よし、さあぶっ殺して、ここはどこだい。土まといのお札で、そこに社、つまりこいつをね全力で倒せば自動。そう、遅れているけども敵の火力は変わらないというね、不思議な現象。危ないよこいつ、一発が本当にシャレにならんのよ。危ない、いや半分持ってく、早く。まずい、床を払って、よし、チャンス。よしよし、敵硬いね。そして社、よしと、アムリタ16万たまったな。17万、どれ行こうかな。ここは部かな。よし、そしてそしてどこに、そっち。多分こっちスタート地点かな。痛い、まずった、油断した。痛いよー、そいつか、またそいつかですね。これあの最初のとこ、ですね。よしよし、そしたら先行こう。さっきのゲートの奥、よしで、そこに小僧が1匹、ちょっとかわいそうだけども顔面打って、よし、殺しきった。で、砥石をゲット。こっちは、あ、こっちも行けんだ。なんだこいつね。さあかわしてからの、よし、どうしましょうね。こっちは、これは開く、お堂か。
で強キャラ一匹。ここまで鬼か。あそこへは何者も踏み入れさせてはならぬ。で斧、斧か。これはね、目つぶし。これね、地動砲を使うとあのぶっ刺しあれが2発入ります。危ない。さあ避けてからの、どっから来たお前。よし、殺しきって。どっから来た。危ねえ。今のは本当にイレギュラーな事態。よしよし。こっちか。そこにも強キャラ。一応ぐるっと回って、鍵開きません。ということは多分先に鍵がある。でこっちからはいけないとなると、そこでこっちか。待ってね、こっちは、こっちも行こうかね。この奥行くぞ。ダッシュ。何かがいる。上か。今のは痛い。どこにいた。そこね。待って、これズームすると逆に使いにくいな。よし、殺して、宝禄玉持てません。でこっちにも社。よし、今11万。もう一発。ここは技量かな。よし、上げて、そして鍵は誰が持ってんの。鍵をお持ちの方、まあお地蔵さんは守ってくれんわ。でそこに強キャラ。こっちは、そこに鬼。若様が武田家と内通など織田の策略に決まっておるのに。でこいつも斧、斧はまずい。目つぶし。よし、そしてこっちのこの上。でこっちか。アイテムあって、で強キャラいて、水まといの札と戦略で強キャラ。こいつをね発動して、
早っ。あんまり強くはない。しかし、溜まりやすい。やめろ、その援護。もうちょいもうちょい。気力を貯めて。石か。よしと。で、ここね。なるほど。当たらん。当たらん。待って、近すぎて当たらん。よし。これがその鍵。そして、小玉。となると、さっきのそっちの強キャラは？さあ、ここで、モーモータイムに付け替え。やっぱこいつかな。こいつは？こいつはなんだよ。カラステング。危ない。やめろ、その蹴り連発。しっかりかわしてからの正面、まずい。危ない。で、敵の記録がもうすぐなくなる。ああ危ないよ。回復回復。よし、待って、こっちも記録はない。これ強いな。硬いわ。怖い怖い。よし、この支柱でガードして。あー、その蹴りな。あ、まずいよこれ。これガチまずい。回復。危ない。もう一発。一発がでかいんだよな。こういう時に宝禄玉。もう一発。よし、やれる。 OK。 いや、強いな。硬くて強い。そしてアイテム、こっちも多分これはね強いわ。装備をチェック。四天王兜。とね、猛将の固定。でね、これを変えてしまうと、重くなる。これは困ったな。こっちかな。と、すね当て。よし。これで、OK。待ってね。あとね、こっちは？こだまちゃんは、よし、いましたね。なんか今のはいそうだったもん。で、そっちか。ついにこっち。あ、こいつ復活してんのか。やめろ。邪魔すんな。
よしと。でね、まず先に、こっち。このドア。さあ、何かな？槍か。千鳥の十文砂利。千鳥十文砂利。強いね。そしてそっち溶岩のこっち、多分この先ボスかな。待って、その前にここで死んでいる。何があった？待って、なんか出たよ。こいつか。しかしこいつは割とやりやすい。よし、よしよし。ためとはいえ、なんとおいたわし。奥方様、信康様とお会いできないままお亡くなりになってしまって、おいたわしや。で、小玉を返してからのボス戦か。行きましょう。もういませんね。頼もう。道場破り。こいつは鬼女。待って、近い近い近い。のっけから近い。そしていい感じに非常にキモい。今のガードか。しかしダメージはそんなに大きくない。今のは痛い。後ろかな。見えない見えない。そして多分右回りがいいっぽいな。危ない危ないよ。痛い。回復。よし、避けて。そこに行くな。なんだそら。待って、もうちょいで敵の体力。よし、ここでモーモータイム。どこ行った？削れ。よし、さあ残り半分。痛え。それ回復して。まずい。なんだ今の。こっち。よし、一旦距離をこうで爆弾。爆弾回復からの爆弾。
よし、もうちょい。なんだ、発狂している。リーチが。もうちょい。よし、やったろー。信康や、愚かな母を許しておくれ。この人はお尻かな。そしてミッションクリア。どうしてかしら、侍は皆死にたがる。忠義のため、お家のためなんて。あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。侍どもとは違うよね。あいつは徳川の家を守るため、愛した妻を殺し、保身のため息子も切り捨てる。血も涙もない男。あいつは兄さんも殺した。私も家康の娘。大名に嫁がされそうになったけど、あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。家を捨て、私は忍びになった。あいつに会うんでしょ。私は先に江戸に向かうわ。あのタヌキには会いたくないの。分霊によってたまとを宿しました。さあミッションクリア。彼岸花は消えて正気は去った。あの妖怪も彼岸花も徳は家康への恨みから生まれたのだろう。家康、家族を平気で見捨てる男、一体どんな男なのか。で、報酬をゲット。さあではね、今回一旦こだわりにして、で次回はこのメインミッション、背負いし者ミッションレベル0、ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。